久保さん。いや、久保さんもすごいですね。35万が30本以上。もう1000万超えてるじゃないですか。しかも、久保さんのちょっと売り方、この,のパクらせていただきます。めちゃくちゃいいですね、あの売り方ね。いいじゃないですか。あの、ブックオフとかで、あの、売ってるんで別に買う必要ないっすよと。高いと思うんだったらブックオフ行って買ってくださいと。そこら辺に FX の方を売ってるんで、って僕から買う必要ないですよと。それで成功できると思うんで、ブックオフの100円とかで買ってくださいと。 ただ、僕の35万を買うと、こういうメリットはありますけどねっていう売り方いいっすね <laughs>。で、まあ別にブックオフで書いてる内容と言ってること変わんないですよ、みたいなね <laughs>。言ってること変わんないから、あんま期待しない方がいいっすよ、と。ただ、一応勝ってます、みたいな <laughs>。一応勝ってます <laughs>。うん。いいっすね、これね。そう <laughs>。これいいっすね、これこの売り方で僕も FX の教材売りますこれももう、 ほぼクレームなくないですかだって先に言ってるんですもんね。<laughs> いや、ブックオフの情報と一緒っすよ、みたいな。<laughs> ということで、まあ、今回ですね。同じ情報でも、まあ、価値の付け方、価値、価値の変動というか、なんだろうな。まあ、そんな感じでお話ししようと思うんですけど、まあ、久保さん非常にね、面白いことを言っていただいて、まあ、僕も、あの、ドリームアカデミアとかで教えてるんですけど、 要はよく情報ビジネスの,あの無料か有料かっていう話が永遠のテーマで出るんですよね。要は、その無料情報を有料で売って詐欺師みたいなね、話があるわけですよ。それ無料じゃんみたいな。無料で出てるよみたいな。そんなの買わなくていいよと。有料っていうのはどこにも出ていない情報だから有料なんだよと。だからどこにも出てないから価値があるんだよっていう。まあ確かにどこにも出てなかったら価値はあると思います。だけどこれに対して、じゃあ そ、それを正義とするならば、本屋行ってほしいんですけど、Excel とか Word、初心者でもできる、簡単にできる、スマホの使い方っていうのが有料で売られていて、それらの情報っていうのは YouTube でも無限に出ているし、ネットで検索すれば無限に出てるわけですよ。でも、本屋に行くと、それが情報、有料で売られてます。初心者でもわかるみたいな。じゃそれが1000円で売られてるじゃないですか、大体。まあ、行ってほしいんですけど。 じゃまず、無料のものが有料で本屋で売られてますよねっていう事実があります。じゃあ、この事実に対して、その指を指してる人たちは本屋に行って、これネットで無料で出てるのに、これ詐欺じゃないかって、全部指をさして出版社に連絡するのかって話で。で、なおかつ、じゃあ今度、パソコン教室ですね。パソコン教室とかは <laughs>、じゃあそれもネットで載ってるわけじゃないですか <laughs> え。え、パソコンの起動方法ってネットで載ってません そこの起動方法、ネットでのストレッチ本にも載ってるじゃないですか。だけど、ワ、え、ン、ー、ツーで教えてもらうとかね、そこに付加価値がは,はまって、あのー、高い料金をチャージしてるわけじゃないですか。例えば、便利屋。これセミナーでお話ししたんですけど、便利屋とかね。便利屋とか、なんかなんだろうなう。掃除、なんかゴミ屋敷掃除とかあるじゃないですか。掃除って誰でもできますよね。掃除に価値はありますか すみません、掃除をすることに価値はありますかでも、掃除ができない人にとっては、掃除をしてもらうということに対して価値があるわけですよ。わかりますだから掃除ができないからゴミ屋敷になっちゃうわけじゃないですか。で、便利屋さんに頼んで掃除してもらうわけですよね。えじゃあ、その掃除をするということに価値はあるんですかないんですかあるんですよ。あるから売れてるわけじゃないですか <laughs>。だから、なんか、結局その、価値っていうのは、 その人それぞれ変動するんですよね。だから結局その何か指さしてる人っていうのは自分の物差しでしか見ていないって話で、別にいっぱいあるよって話でそんなのは。じゃああなたが世界の中心で回ってるんですかみたいな。あなたが全ての全世界を支配してる、うなんだ、ロックフェラーですかみたいなね。あなたはロックフェラーなのかみたいな話で。<laughs> ねだからこの無料か有料かっていう、 非常にこの情報ビジネスにおいてまあ多くの人がこのなんか指をさす情報ビジネスに対して、えー、指をさす件に関して僕はいつも思うんですけどその指をさす人に本屋に行ってほしいなとうんいつも思いますね <laughs> であとパソコン教室とかそのゴミ代行ゴミをねやるっていうのでもお金もらってるわけじゃないですかいや吉谷さんそのゴミ拾いなんか別に価値がないからタダでやれよと そのね、1万とか2万とかね、掃除するのは詐欺だみたいなね。<laughs> ねじゃあ、そのりゅ、いや、いや、ゴミ屋敷は確かに大変だからお金取ってもいいけども、なんかその、うん、ちょっとぐらいだったら取っちゃダメとかね。関係ないですよね。その、ゴミ屋敷ってわかりやすく今言いましたけど、別にゴミ屋敷じゃなくても、ちょっとね、え、これでいいんすかみたいなそ。その人にとっては、 なんか大変だけど、ある人の側面で見たら、え、これで掃除、この掃除だけで割り剣みたいな、多分ありますよ。うーん。だから人それぞれ違うんで、その綺麗か汚いかっていう基準も人それぞれ違うじゃないですか。ある人から見たら汚いだろうしい、例えばね、ある人から見たら、ホコリがこうついてるだけで汚いんですよ。ちょっとホコリがついてるだけですよ。で汚いんですよ。 いや、ちょっとぐらいの誇りは別にっていう人もいるじゃないですか。もう1ミリでも、だからその潔癖症の人とかですね。うん、全部アルコール消毒してないとダメみたいな人もいるだろうし。うーん。だから人それぞれなんですよね。だから人それぞれなんで、だから情報ビジネスってできるんですよ。だからパソコン教室も今の時代でもできる。じゃあ英会話教室とかもあるじゃないですか。英会話教室も教えてることを初心者向けじゃないですか。 もちろん中級上級のコースもあるでしょうけども基本的に英会話教室も初心者の人が行くわけじゃないですかじゃあそこで習ってるのって最初のなんか基本的なことを習ってるんじゃないですかとじゃあその英会話教室で習ってることっていうのはネットで出てこないんですかみたいな <laughs> うんだからどう付加価値をつけるのかってだからなんで自己アフリエートをこう教えてチャージができるのかって話でその教える っていうところに付加価値がついてるわけじゃないですか。わかりますだからそれをワンツーでやりますとかね、コンサルで教えます。で、そこに付加価値がついてるわけですよ。一人でできないからみんな。一人でみんなできないですよ。だって、そのライズアップとかもそうで、その痩せることに価値はあるんですかっていう。だってみんな頑張れば、 痩せる方法も知ってるし、みんな頑張れば痩せられるわけじゃないですか。じゃあみんな痩せる方法を知っていて、みんな頑張れば痩せられることに対してなんて価値があるんですかみんなできるじゃないですか。知ってますよね、痩せる方法。頑張ればそんなみんな痩せられるの知ってるし、できるじゃないですか。みんなできることに価値は、えー、みんなできるんだから価値ないじゃないですか、普通だったらね。じゃあなんでライズアップは売れてるんですかっていう。なんでライザップに価値はあるんですか何十万も払うんですかって話で。 ここはね、ここのその理論が、うん、自分の中でね、この理論が自分の中で噛み砕いて、うん、この、あ、そういうことなんだと。世の中を多く見渡して、あ、なるほど、あ、こういうビジネスもあるの、あ、こんなビジネスもあるんだな、こんなビジネスもあるんだな、みたいな。例えば、昔僕、あの、面白いなと思った副業ビジネスがあって、まず、あの、多分今、あの、多分普通にある、未だにあると思いますけど、あの、モーニングコールですね。 モーニングコールっていう、なんかその社長さんとか起きれない人が、そのモーニングコールっていうね、女性から電話かかってくるっていうね、それ有料でお金を払って、女性からのモーニングコールを受けたいっていう人が世の中にいるらしいんですよ。でも、え、スマホでよくねみたいな。<laughs> スマホのアラームでよくねみたいな。いやめ、目覚まし時計でええやん、みたいな。え、そうは思いません <laughs> でも、ある人にとっては、女性からのモーニングコールを受けたいわけですよ。お金払っても。 あとね、面白かったのが <laughs> あの、あのーうん、愚痴を聞くだけバイトみたいなね。ひたすら愚痴を聞くっていう。かヘッドホンつけて、あ、そうですか。大変でしたね。と。あ、そうですか。あ、いろいろありますよね。って聞いてあげるっていう。っていうバイトもあるんですよ。どうですか。愚痴を聞くということに価値はありますかないですか価値があると思う人は払うわけです。お金を。 お金を払ってまで言いたいんですよ。誰かに。<laughs> だからもういろ、ビジネスはやるんだったら、いろいろな価値があって、いろいろなニーズがあって、いろいろあるんだよっていうことを知るべきですよ。ね、ちょっとまあ、これは言わないですけど、アダルトのジャンルでもいろんなジャンルがありますよ。わかります僕はちょっと無理でしたけど、中学校の時、あの先輩がすげえの入ったぜみたいな。ちょっと僕は無理でしたね。カレー食えなくなったんで、ね。<laughs> 見ましたけど、あれ、カレー食えなくなりましたね。でも、ニーズがあるわけですよ。僕知ってるんですけど、そのカレーのね、カレービジネスで1億円稼いだ人、あの会いに行きましたから、話聞きましたが。そう、カレービデオをあのネット通販して1億円売ったっていう。<laughs> 1億も売れんだ、みたいな。そう。だ2、3万で売れるらしいですね。本当マニアックな人に。うん。だから、そのオタクとかもそうじゃないですか。ある一定の人にはめっちゃ好きなキャラクターがいて。 だからそ,それの、えー、同人誌の,その集まりがあるんですよね。1年に1回か何回で。それ40万人ぐらい東京に集まるわけですよ。久保さんも確か行ってたような気がするんですけど、わかります。ある一定なんだけど、めちゃめちゃ濃い人がいるわけですよ。で、そうビジネスになってるわけじゃないですか。そのある一定のいろんなジャンルが集まって40万人来るみたいなね。すげえ集客なんですけど。うん,なんかその ほとんどのの人が自分の物差しで決めちゃってますよねだからなんで自分の物差しで決めちゃってるかっていうとビジネスやってないからです。市場を見てないからです。市場をビジネスという視点で見てないからなんですよ。ビジネスやったことがない、えー、その市場、普通に街中にあるものとかをビジネスの視点で考えたことがない。だから自分の視点でしか考えられないですよ。 ビジネスをやるんだったら、ビジネスとしていろいろなものを見,見ないとダメですよ。あ、こんなのもビジネスなんだな。あ、この広告も、あ、こうやって集客してるんだとかね。もう全部ビジネスですから。わかります全部ビジネスですよ。街中歩いたら全部ビジネスですから。ビジネスやるんだったらやっぱそこは学んでいかないといけないですよね。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。